もうすぐバレンタイン。仙台では愛する人に地物の野菜を贈ります。バレンタインに野菜を贈ると言っても、野菜をそのまま贈るわけではありません。地場の野菜を生かしたスイーツがあるんです。復興スイーツでみんなを笑顔にを合言葉に、仙台のパティシエたちが仙台青葉スイーツの名のもとにベジタブルスイーツを作っているんです。もともと地産地消を、仙台の野菜の地産地消を目的としたおばスイーツ、まあ、冬の時期にもですね、ぜひ根付かせたいなという思いもありまして、バレンタインバージョンというものを作ってみました。そう、この企画は農業の振興と地域経済の活性化のために、地場の野菜を使ってスイーツを作ろうというプロジェクト。仙台青葉スイーツとして全国に発信したいと考えています。やはりですね、青葉スイーツ、仙台の青葉をイメージするということと、チョコレートというところで、皆さんですね、チョコレートの茶色と青葉の緑というのを合わせるの非常に苦労されてたようです。この日は企画参加者たちが集まり、発売前の試食会です。雪菜わらびのもちチョコに雪菜のタルト、チヂミほうれん草のケーキ、雪菜ココロンなどなど、可愛らしくてさらにヘルシーな商品が集まりました。今だけここだけ、仙台だけの美味しさをぜひ味わってみてください。もちろんバレンタインですから、思いを寄せる人に送ってみてはいかがですか。私も今彼氏を募集中なんですが、この甘いスイーツで意中の人のハートをゲットしたいなと思っております。仙台青葉スイーツが恋を成就させてくれるかも。